もう店長の通りしてくださった。国立電力がこんな暴力的なことするわけね、皆さんに全部お知らせしますよ。こういう年末の時期とは2、3分の時間なんてこういう暴力的にするんなら、国立電力の電力の電気量に対してそれなりの私たちは方法を取らなきゃなんなくなりますよ。こういう暴力的なお客様に対してね、言ってらっしゃる。はい、なんで株主権の行使に関する利益供与をお断りすることになるの？電化的と言えんか。この上に本当は電化の上にオール電化って、オールって本当はつければいいんかなと思うけどね、ここオール電化ってきっととってもいい変化って言いたいんだけど、ね、使い走りしたその使
会の伝言をもらってきたその人を呼んできてくださる、うんうん、呼んできてくださる、ね、もう一回大変だけど、ね、そうでしょ、わざわざ私たちもわざわざ暮れの忙しい時にしてるのよ、全ての仕事を放り出して、ね、あちらも あなたたち給料もらってるでしょ、私たちはボランティアで来てるの、みんな仕事を放り出して、ね、だからそういうところを組んでくださるようにお伝えくださいね、はいはい、はいはいはい、マックスは届いてないな。あの人は違うんだよね。あの人から違うわね。掃除服着てあの人の手ですね。ずっと作られるからね、まだずっとかどうかわからないですね、いらなくなるから、ここじゃないまたあの方が来たのかもわからないね、どうせ一般の客さんの邪魔じゃないですか。青年も
かりおりますので見てあげてください。あなたも女性ですから。坊やも一人で、はい、あ、じゃあ、読み上げてよろしいですか。あ、今日はね、はい、この感謝状をお渡ししたくってここに参りました。はい、でそれを受け取っていただきたいので、感謝状とともに私たちの気持ちも受け取っていただきたくって今降りてきていただきました。なので二人は私たちの気持ちを受け止めて、あの上司の方々に、で、宛てのは社長さんでなんです。一応、読ませて、短いものですので読ませていただいていいですか。で、あと、あのこれは今日の午後富山の方でも、あの富山のブログの方が富山本店でやっぱり同様の趣旨のものを提出することになっていますので、その時は地域高校生の方に会ってくださるので、はい、あの富山の本店では地域広報課の方で対応してくださるそうなんですが、あの石川支店ではこういう対応になってしまったのは残念ですけれども、あのこの私たちの感謝の気持ちということでぜひきちんとお伝えいただければと思います。じゃあ、あのまず読ませていただきます。感謝状、北陸電力株式会社森島役社長、旧を進め、原発いらない石川県民、原発いらない富山県民、あとここに特に書いてないですが、福井県の半分ぐらいはやはり北陸電力の管内に入ってますので、まあ、北陸電力の管内に住んでいるものというふうにお受け取りください。で、3月以降、原発を抜きとも止めておいてくださり、感謝申し上げます。夏も冬も原発がなくても大丈夫ということが分かって本当に良かったです。年末年始も原発が止まっているので安心して新年を迎えることができます。どうぞ来年もこのまま止めておき安心安全をお届けくださいますようお願いいたします。ではどうぞ良いお年を。2011年12月28日では奥田さんにお手すればいいですか。ありがとうございます。このまま上司の方にはい、で、あの宛先は社長さんとなっていますので、国立電力に関してあのなんかこうちらちらっと運転再開、原発の運転再開に申してから聞こえてきますけれども、まだ福島で起きた事故の原因調査が一番肝心な部分が分かっていない段階で、しかも福島と同じタイプの原発、東京型の原発を動かす話がどうして出てきてしまうのか、あの何よりも安全確保っていうのが大前提だと思うんですけれども、その点であの私たちはとても心配しているんです。で、もちろん原発が止まっていてもそこに核燃料がある限りは冷却がちゃんとできなくなったら大変なことになったりとか、いろいろ問題があるわけですが、でもあのまずはきちんと止めておいてほしいということでの感謝の気持ち、止めて今まで止めてずっと止まっていたことに対する感謝もあるし、それからこれからも全面に止めておいてくださいというお願いの気持ちが離れていますので、よろしくお願いします。今日初めて出てこられて初めて対応をしてくださった方たちだから、こういうふうな感謝状みたいな、こういうふうなんかアイロニーというか皮肉的なものが来たことに対して反発されるかもしれませんけれども、私たちはいい加減な気持ちで来ているのではなくて、毎回毎回何かあるたびにいつもいつもここへいろんな申し入れをしに来ているんです。で、たくさんの人間で来てもあのここの金沢支店ではもう本当に中に入れてもらえるような、入れてもらえないようなこともあったり、で他 の, あのところでは大抵ちゃんとこうやってもっとたくさんの人間で申し入れに来た時にはお部屋を用意して、そして対応をちゃんと上の方が対応してくださるのも普通なんですけど、ここの支店では本当に今も言ったように中にも入れないとか、入れてくれてももう入れてくれてもっていう言い方は本当におかしな言い方だけれども、私たちが、私は株主ですけれどもね、株主でありながらももうここで
本当にこれ以上は見れないという形でさっさと思ったおひげ賞を取ったらもう話も聞かないでダッと奥の方に戻っていってしまわれるようないつもいつもそういう状況の中で先ほどもこの方が言われたようにそれでもやっぱ仕事を投げ出したりなんかしたりしてここへやっぱ黙ってられないということで来てるんです。その結果今日の感謝状になってるというそういう気持ちを太田さんには、ね、何回も行ったり来たりしていただいて本当にあなたではダメだと言ってるわけじゃなかったんですよ。すいませんけどでもやっぱ上の人にきっちりと決める、ね、そういうあれを力を持った人たちにしっかりと取った話を届けてください。お願いします。でこの あそこでいただきました、はい、スマートグリーンとのこととか新エネルギーに期待とかやっぱり3月11日のことがなかったら多分こういうカレンダーになってなかったように思うんですね。ですからこれ私お家持って帰ってこういろいろ見てこれがやっぱり北陸電力さんの姿勢だと思うんです。来年の向けてのね。だからその姿勢に沿ったことでも原発のことどう書いてあるかわからないのでもう一回よく私見ます。じゃあベストミックスとかちょっと書いてあったんですけどもやっぱり今年と去年とでは、電力会社さん自身も電気を作る側に責任ということを今まで以上に考えないと、あとね、電力安定供給だけで、あ、そうかって、今までは黙ってみんな黙ってたかもしれないけど、そういう名前のもとに、どれだけの安全が今まで無視されてきたかっていうのが、福島が教えてくれてますよね。ですから、本当にそのことは、感謝を止めといてくれてありがたいってと同時に本当に地域に信頼される愛される電力さんが欲しいなと思う。私たちは当分何が何でも北陸電力さんの電力しか今とも使えないのでだからお願いを私に入りました。今発言した水口さんは議員さんですよ。ですから彼女の後ろにはたくさんの市民がいるんです。その代弁者なんです。そういうことも覚えておいてください。彼女はすごくボランティアで来てますけれども、電力の構造、電力じゃない、原発の構造にも詳しい、ほとんど専門家に近い方なんですよ。そういう方たちと私たちみんな共にしてるんです。だからあんまり軽んじない方がいいんじゃないですか？ね？全国市の経済部の東京の経済部の記者の方から取材を受けまして申し入れなんかの時の北陸電力の対応ってどうなんですかっていうことを聞かれましてロビーに立ったまま申し入れ書を渡したりとかいう話をありのまま説明しましたらその記者の方がすごく驚いていて東京電力でもそんなひどいことしてませんよっていう話だったんですね。でそこら辺はやはり改善の余地が大いにあると思いますの で地域共生本部という立派な名前がついているわけですから基本的な対応の仕方はぜひ 来年からでも改めていただけたらと思います。電力さんが変わったっていうのを県民や市民の人たちの肌で分かるようにねお客様サービスって本当はそういうことだと思います。本当にそう思います。北陸電力さんってもうね、北陸のリーディングカンパニーだと思うんですよね。大きな会社ですよね。だからそれなりの対応をしていただかないと、皆さん似てますよね。結局逃げたと思われますよ。あなたたちの損になりますよ。逃げられた。これだけの市民から逃げてるっていうね、そういう判断されるんですよ。わかります？ね、やっぱり北陸のリーディングカンパニーにとって恥ずかしくない対応を取っていただきたいなと思いますし今日はお忙しいと思いますけれどもそこでこんな時間を取っていただいてこのお二人には本当に感謝していますけれどもぜひその地域広報チームを上司に伝えるだけではなくて会社全体で、ね、きちんとこういうことを考えていただけたらと思います。会社全体として考えてほしいことは一つその私たちの電気代でそのコマーシャルを出さないことです。私たちはさっきから何回も皆さん言ってるけれどもここの電気しか使えないんです。選ぶとかなんとかっていうことはないんです。他
必ずここの電力を使わせていただいているのですから、もうたくさんの欲しいという手だと伝えてください。昨日子供がテレビ見てたんでちょっと見たら、北電さんが初めて多分習得宣言みたいなものを出したせいだと思うんですけど、オール電化と節電をお願いって言っておきながら、オール電化と、それからエコキュートの広告を入れた長いコマーシャルを入れてたんですよね。夜だったと思うんですけど、それも私たちの電気代になるんですよ。今まであんまり原発のこと関心なかったかもしれないけど、もう多くの市民がそういうこと分かってきてるんです。だからこの状態で、収束してない状態で電気代からその広告もすごい高いですよね、夜の8時間っていうのは。ぜひやめていただきたいと。オール電化もエコキュートも決してエコじゃないと思ってます。関西の広域圏連合というのがあるんですけれども、そこの関西の広域連合では、知事さんたちが、大阪の知事をはじめ兵庫県、それから滋賀県、京都など集まっている、そこでは知事たちがそのオール電化を推進するなということを関西電力に対して申し入れています。石川県知事の態度は新聞なんかも見ていただいたらご存知だと思いますけれども、はっきりしない態度なので、それで石川県がすごくオール電化ということで、狙われてるというかね。私もたまに家にいると、大阪からさえもオール電化にしませんかっていう電話がかかってくるんです。本当にそういったことを感じが言ったように、電気が足らない足らないって言いながらオール電化を推進することはやめてほしいと思いました。よろしくお願いします。奥田さんとも、はい、いろいろどうもありがとうございます。今日はお越しくださってありがとうございました。よろしくお伝えください。お願いします。ぜひとも伝えてください。よろしくお願いします。失礼いたします。